まだ早いし、どこかへ行く？まだ早いし、どこかへ行く？
そういうことだったのね。
Thank you.
あ、またお会いしましたね。エリスさんから聞きました。あなたの適切な経営のもと、博物館の来館者数が全盛期に戻りつつあると。この勢いで歴史館も順調に開放できれば、博物館が完全復活する日も近いでしょう。もちろんです。今回の状況は前回と似ています。ベロブルグ博物館の最後の展示エリア、歴史館の重要な展示品が盗まれました。その展示品はあなたにも関係があるものです。気になりますか？その、ここで立ったまま説明されてもわからないと思いますので、一緒に歴史館に行って実際に見てみませんか？これから紹介するものがあれば、ベロブルグの全市民があなたたちの物語を知ることができるでしょう。歴史館はその名の通り、この都市にとって重要な歴史的意義を持つ文化財やレプリカ、そして各種文献が保管されています。先人たちの努力と教訓を銘記してこそ、私たちは過酷な環境の中で生き抜き、代々ベロブルグの人々が生きてきた道をまとめることができるのです。ベロブルグの子供たちは少なくとも一回はここに、あ、いえ、一回だけでは到底足りませんね。こちらです。このプロジェクターは博物館のために特注した限定モデルで、ベロブルグに1台しかありません。さらに解像度はすみません、またいつもの癖が。見識のあるあなたならきっとこれよりも緻密な設備を見たことがあるでしょう。あ、いえ、どうやら誤解しているようですね。プロジェクター自体には何の問題もないのですが、展示するにあたって最も重要なマイクロフィルムが盗まれたのです。盗まれたフィルムには貴重な画像が記録されているのですが、今まで原版をコピーする時間がなくて、窃盗犯たちの行動は恐ろしく迅速かつ正確で、展示品の価値を見極める目があると言わざるを得ません。スライドプロジェクションは今回の博物館の改装後から導入された新しいプロジェクトであると同時に、来館した市民たちのために私たちが用意したサプライズでもあります。もし原版が見つからなかったら、歴史館の開放を無期限に延期するしかありません。それにマイクロフィルムにはあなたやナノカさん、炭鉱さんに関する画像も記録されています。企画側はこの機会に請求列車がベロブルグを訪れた物語を人々に知ってもらおうと考えていたのです。気にしないでください。ん？あなたのスマホ鳴っていませんか？
ーニャ様からのメッセージですか？どうやらこの件が長引きすぎて、自身が介入しなければならないと考えているようですね。ブローニャ様がより多くの人員を調査に割いてくだされば、この件はすぐに進展するでしょう。善は急げです。今からクリフォト城に行ってブローニャ様に謁見しましょう。本当にお疲れ様。もっと早くこの件に介入したかったんだけど、今まで業務に追われていてすぐには対応できなくて、そのせいであなたたちの仕事を増やしてしまって本当にごめんなさい。滅相もありません、ブローニャ様。ですから謝罪なんてここには私たちしかいない。そんなにかしこまらないで、ペラ。かしこまりました、ブローニャ様。その、あなたはこれまでに多くの展示品を取り戻してくれたと聞いた。それに非常勤の支配人として博物館の運営にも関わっていたと。一連の窃盗事件について何か見解はある？ええ、その点に関しては私も同じように考えてた。いずれにしてもこの騒動はあまりにも長く続いている。背後に潜む黒幕がどんなに有能だとしても必ず捕らえて市民に喧騒者の決意を示さないと。すぐに指令を出して市街区で勤務しているシルバーメインを総動員して訪問調査を行わせる。あなたたちは行政区にたくさんの知り合いがいるでしょう。もしよければ広場の近くで通行人に聞き込みをして、少しでも手がかりが得られないか確かめてみてほしい。かしこまりました。すぐに出発いたします、ブローニャ様。では引き続き私と一緒に調査をお願いします。後で噴水広場で会いましょう。最も効率的ですからね。普段から広場の近くで気晴らしをしている方を何人か知っていますので、その方たちから聞き込みをしてみましょう。請願書に署名してくれるの？それとも他に聞きたいことでもある？あ、それって歴史文化博物館の展示品が相次いで行方不明になってる事件のこと？少し前に聞いたことあるけど、まさか雪国冒険機関の作者の自筆原稿まで盗まれたわけじゃないよね？盗まれていません、ご安心ください。あの原稿は私の命に代えても守ってみせます。
安心。だからそんなに興奮しないで。失礼しました。本題に戻りましょう。お聞きしたいのですが、あなたは文化財の窃盗事件に関する手がかりを持っていますか？もしくは最近身の回りで何か異変を感じたことはありますか？ちょっと思い出させて。編集部は最近求人を出して、新しく入った実習の編集者が編集長に何度か怒られてて、それから、ごめん、取るに足らないことばかりで、特に手がかりになりそうなことはないみたい。広場にいる他の人に聞いてみた方がいいと思う。そうでしたか。わかりました。時間を取らせてしまってすみません。もう行きましょう。お前のことは覚えてるぞ、若いの。なんだ、詐欺防止のパンフレットを読んで何か質問でもあるのか？それともお前もネイビーブルー詐欺被害者の会に加入したいのか？知らないわけがないだろう。歴史文化博物館の貴重な展示品が次々と盗まれ、シルバーメインは膨大な労力を費やして捜査に当たっているのに、いまだに黒幕を捕まえられないでいるらしいな。実を言うと、ここ数日この事件の元凶を告発しようと思っていたんだ。え、つまりあなたは犯罪の確かな証拠をつかんだということですか？何が証拠だ。証拠なんか必要ない。教えてやる。ベロブルグでそんなことをしでかすのは一人しかいない、あの恥知らずの青髪の詐欺師だ。はあ。お前たちは事件の調査をしているんだろう。ちょうどいい。今からあの詐欺師が犯した罪を列挙してやる。あの、すみません、今日は窃盗事件の調査に来ていまして、私たちは事件に関連する証拠を求めているので、もし確かな証拠があれば勤務中のシルバーメインに問い合わせていただけますか？行きましょう。冬の城の子供、孫悟の誇れる民たち、顔を上げてください。せわしく低俗な日常に摩耗してはなりません。常に謙遜者と大守護者様の教えを明記するのです。あの聴衆はベロブルグの救世主、現代守護者様の貴賓、銀河と星々の子ではありませんか？この純白で美しい冬の城へよくぞ帰られました。そのさっきの質問に答えていただけませんか？いえ、文化財の窃盗のことは知りません。私は毎日ここで孫悟の恩恵を称えるのに忙しく、世俗のことを気にかけている暇はありませんので。もし窃盗の件に悩まされているのなら、私はクリホトがあなたたちに祝福を与え、窃盗犯が早く見つかるように願いましょう。ありがとうございます。行きましょう。半日も聞き込みをしたのに収穫なしだなんて。くっ、私たちは黒幕につながる情報を少しもつかめないのでしょうか？いやあ、美しきベロブルグ市民の公僕、
それから不思議な力を持つ開拓者、元気か？どちら様でしょうか？こちらの優雅なお嬢ちゃんは、常冬の日の近くで子供たちに歴史を教えている姿をよく見かける。その知識と忍耐力には目を見張るものがある。はあ、なぜわざわざお嬢ちゃんと。称賛はありがたく受け取りますが、あなたはどちら様ですか？当主、ウォレス・ケトルバリー・レムスティーン。お会いできて光栄だ。お嬢ちゃんの隣にいる開拓者のことはよく知っている。何しろ彼女は俺の目の前をしょっちゅう通り過ぎるくせに、めったに挨拶をしてこないからな。根に持つとかそういう話じゃないだろう。俺は身近な人たちに基本的なマナーを身につけてほしいだけだ。はいはい、そこまでにしてください。レムスティーンさん、私たちに何か用でもあったのですか？なあ、そうだ、お前たちしばらく広場をうろうろしながら立ち止まっては誰かに話しかけていただろう。大方何か重要なことでも調べているんじゃないか？ちょうど俺の身の回りで奇妙な出来事があって、それがどうにも怪しくてな。しばらく考えたんだが、この件は公職の者に知らせた方がいいと思ったんだ。あなたの言う奇妙な出来事とは、博物館の展示品の窃盗事件と関係があるのですか？直接関係があるとは言えないが、音信不通になった友人が展覧会巡りが好きで、俺たちのような茶飲み仲間に対してよくその話をしていた。音信不通というのは、今はそのご友人と連絡が取れないということですか？ああ、その通りだ。友人の名前はノーバート。以前はよくゲーテホテルで午後の時間を共にしていた。もちろん他にも何人か上流階級の人間が同席していた。しかしいつからかノーバートは茶会に来なくなった。まるで突然蒸発してしまったかのように。彼との最後の会話は今でも覚えている。確か内容は、レムスティーン、聞いてくれ。人間は誰しも野心を持ち、一度は大きなことを成し遂げなければならない。野心を持ち、一度は大きなことを成し遂げる。お金持ちの方が言うにしては、なんだか違和感のある言葉ですね。そのノーバートさんですが、どのような職業に就かれているかはご存知ですか？いや、わからない。詳しく聞いたこともないな。お前にはわからないかもしれないが、君子の交わりは淡きこと水のごとしだ。俺たちには身分がある。そんな些細なことにこだわる必要があると思うか？その大多数の人にとって職業は些細なことではないと思いますが、あなたに提供していただいた手がかりは全て記録しました。レムスティーンさん、シルバーメインを信用してくださってありがとうございます。調査に進展がありましたらすぐにご連絡しますね。
いや、お礼を言うのは俺の方だ、シルバーメインのお嬢ちゃん。それじゃ、俺はこれで失礼する。レムスティーンさんの友人は本当に展示品の窃盗事件に関係しているのでしょうか。今日は十分調査しましたし、これ以上は続けても無駄骨になると思います。戻ってブローニャ様に報告しましょう。戻りました。二人ともご苦労様。どう、行政区で何か手がかりはつかめた？文化財窃盗事件に直接関係のある手がかりは得られませんでしたが、一つ気になることがありまして。なるほど、レムスティーン家の霊族からの情報。ノーバート、ノーバート、この名前どこかで聞いたことがある気がする。もう少しで思い出せそうなんだけど。あ、思い出した。確か交通大臣のノイヤーにノーバートという甥がいて、今は市政部門で運輸調整の仕事をしている。立つ者が部下の身分や業務を把握していても何もおかしくはないでしょ。ノーバートの仕事は忙しくないから、レムスティーン家の霊族と頻繁に会っていたというのもうなずける。もしウォレスの言う通り、ノーバートが何日も姿をくらましているのなら、彼の行方を知っている自社がいるに違いない。どれだけご主人様のために秘密を守ろうとしても、少し叩けば自白すると思う。カイル、この件を頼んでもいい？ノイヤー大臣の官邸を訪問して、自社たちにノーバートの行方について尋ねてみてほしいの。かしこまりました、大守護者様。ブローニャ様、ペラ副官、ただいま戻りました。もう戻ってきたの？交通大臣の邸宅で何か聞き出せた？少し手間取りましたが、気の弱い何人かの寺社が口を割りました。彼らが言うには、ノーバーと公主は確かに最近変な時間に外出していて、どこに行くのかと尋ねるたびに少し慌てた様子で、商店街に下見に行くと答えるそうです。寺社たちは皆、彼が目上の者に隠れて誰かと仰せを重ねていると思っていたらしく、特に交通大臣には報告しなかったとのことでした。変な時間、商店街、まさか。ふむ、お願いがあるの。二人で外苑通路に行って、そこの状況を調べてほしい。実は二人が広場で聞き込み調査をしている間に、私のところにもいくつか情報が入ってきて、それによれば最近列界に侵食された町に出入りする不審者が目撃されているらしいの。しかもシルバーメインに止められてなかったって。ノーバートが慌てて口にした商店街と合わせて考えると、全ての手がかりが一つにつながる気がする。では、ノーバートさんは私たちが探している文化財の窃盗犯である可能性が高いということですね。
それならここでのんびりしているわけにはいきません。早く捕まえに行きましょう。ごめんなさい、私は業務が忙しくて同行できそうにない。二人が順調に盗まれた展示品を見つけられるよう祈ってる。グズグズしている時間はありません。早速出発しましょう。変ですね。明らかに廃れた商店街なのに、さっきまで人がたくさんいたような感じがします。気をつけてください。犯人がノーバートさんであろうとなかろうと、きっと協力者がいるでしょうから。し、中で誰かが話しているみたいです。こっそり聞いてみましょう。しかし坊ちゃん、シルバーメインに扮するのは大罪で。お前は何を素人のように怯えているんだ。そんなことで大金を稼ぎたいというつもりか。そう深く考えずにパトロールをしていればいい。今日の合言葉は、パンは焼かずにソーセージを焼くだ。覚えたか？パンは焼かずにソーセージを焼く。はい、しっかり覚えました。合言葉を知らない者は通さないように。たとえ虫でもだ。わかったな？わかりました。ご安心ください、ノーバート坊ちゃん。やはりノーバートさんが仲間にシルバーメインのふりをさせるなんて大胆にも程があります。ですがこれで彼らが犯人だと明らかになりました。今日は絶対に現行犯で捕まえましょう。犯行、陽動、霊落。ステージを重ねるほど最高になるんだ。おい、お前たち止まれ。きっと彼の共犯ですね。機転を聞かせて切り抜けましょう。通行に必要な合言葉を言え。さもなくばここから離れろ。ここは小市民がうろついていい場所じゃない。え、なんで知って。これで通していただけますか。私たちノーバート坊ちゃんにビジネスに関する急ぎの用がありまして。待て、今ノーバート坊ちゃんと言ったか。お前たち一体何者だ。今回ボスは最初から最後まで人前に顔を出さなかった。どうして部外者がボスの名前を知っている。うっかり名前を出してしまいました。まずいです。仕方がありません。ここは強行突破しましょう。この曲はあんたもっとくるくる手
の施しようがないわね。この先に進めばきっともっと多くのノーバートの手下と遭遇することになるでしょう。今まで以上に気をつけてください。サンゴの意志よ。パーツアップグレード。重ねるほど最高になる。話をしているのか聞いてみましょう。フィルムは商品は準備できたか。すべて揃っています。坊ちゃん、もうすぐ買い手が到着しますのでこちらへどうぞ。よし、よくやった。もう少しの辛抱だ。俺たちはあと少しで大儲けできる。フィルム、さっきフィルムと言いましたよね。きっと私たちが探しているフィルムに違いありません。家が裕福なのにこんなに歪んだことを考えるなんて信じられません。なんとかしてこの取引を阻止しなければ。手術だったわね。待ってください。焦って飛び出してはいけません。言い逃れできないようにするためにもまずは写真を撮って証拠を残しましょう。あなたのカメラで撮っていただけますか。きっと私のものより解像度が高いでしょうから。そして隣にいる方、こちらを向きなさい。私に見えるように手を置くのです。なんだ、お前たちは誰だ。どういうことだノーバート。お前絶対に誰にもバレないって言ってたよな。お前と、いや、シルバーメイン、早くこの侵入者どもを追い払え。
シルバーメインの情報官の前で威張ろうだなんて命が惜しくないようですね。行きましょう。この偽物たちを懲らしめるのです。己を解き放つ準備はいい。反抗、陽動、霊落。警戒して。盛り上がってるじゃん。もっと感謝してね。くるりん。行くぞ。絶対に引かん。私が守る。はいになれ。何見てるの。おやすみ。ダンス、戦闘準備。くるくる。この曲は安定。持ってる。感謝してね。くるりん。私が守る。盛り上がってるじゃん。もっと。ふっと。くるくる。手の施しようがないわ。おやすみ。ダンス、戦闘準備。ふん。この曲は。くるりん。何見てるの。ふっと。もう諦めなさい、ノーバート。共犯者は私たちが倒しました。あなたに逃げ場はありません。大胆にも手下にシルバーメインのふりをさせるなんて。裁判団がどのようにあなたの罪を裁くのか楽しみです。お前たち、いや、証拠がないだろう。俺はただここで。まだ抵抗するつもりですか。あなたたちの秘密の取引はすでに私たちが写真に収めました。証拠は十分だと思いますが、他に何か言いたいことはありますか。俺は…くそ…やっぱりお前のことなんて信用するんじゃなかった。金持ちのボンボンってのはどうしてこうも無能なんだ。シルバーメインのお嬢さん、コウさんだ。お前たちについていく。このマイクロフィルムは博物館に返してくれ。俺が悪かった。ただ一つだけ頼みがある。この件はおじには言わないでくれ。そんないと怒り狂ったおじに生きたまま皮を剥がされかねない。ふん、それは私が決められることではありません。取引には自分で参加しないで代理を探せって前から言われてたのに。牢屋になんて入りたくない。一日だってごめんだ。悪事を働いたのに罰を受けたくないなんて、そんな都合のいい話があるわけないでしょ。コールドフット、こんな時はどうすればいい。助けてくれ。何をブツブツ言っているんですか、フット。あ、いや、何でもない、独り言だ。俺の人生はこのまま破滅するのか。泣くくらいなら最初からこんなことをしなければよかったのでは。人は誰もが自分の人生の選択に責任を持たなければならないのです。例外はありません。
ここまで本当に大変でしたね。ですが結果としてマイクロフィルムを取り戻せただけでなく、窃盗事件の犯人も捕まえることができました。これは大きな功績と言えるでしょう。ただ少し納得がいきませんね。ノーバートは魔が差しただけのお坊ちゃんにすぎません。そんな彼にあれだけ多くの人を集めてこれほど大規模な窃盗を計画する能力なんてあるのでしょうか。この疑問は彼を尋問するときに聞くとしましょう。私たちの仕事はこれで一段落しました。これまで本当にありがとうございました。マイクロフィルムを博物館に持って帰りましょう。プロジェクションは正常に映し出されています。フィルムは損傷していないようですね。プロジェクターが元通りになれば歴史館も一般開放できる。これで博物館の主要な3つの展示館が来館者を迎えられるようになりました。博物館の全スタッフ、そしてベロブルグの市民を代表してあなたにお礼を言わなければなりませんね。あなたの助けがなければ博物館の多くの展示品は行方知れずになっていたでしょう。本当にありがとうございました。いえ、あります。私からすれば今この博物館を開放することには大きな意義がある。過去のどの開放よりも明記する価値があるのです。この十数年の間に仮想部で大人になった世代には貴重な芸術や歴史の親戚に触れる機会がありませんでした。あなたの行為は彼らの欠けていたものを埋めてくれたのです。ですからあなたが大したことではないと思っていても、あなたのしたことは本当に素晴らしいことなのですよ。私は何を言っているのでしょう。その博物館の非常勤の支配人を続け歴史館の日常的な経営を担当したいのでしたら、エリスさんに声をかけてみてはいかがですか。どちらにしても今は他に適任者もいません。私たちの助けになって自分も楽しめる、なかなかいい案だと思いませんか。あ、それともしノーバートから何か留意すべき情報を聞き出せたときはすぐにあなたにも共有しますね。それではまたお会いしましょう。